どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さんお知らせでございます。毎月恒例なんですけど、ガズのウクレレたちの予約注文再開と販売再開のお知らせでございます。今ざーっと出てます。わがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダーガズモデルとガズの初めてウクレレ、こちらの方がですね、明日のご案内になります。2021年9月24日のお昼ちょうど正午に、このウクレレたちの予約と販売が再開されます。ちょっと明日ぜひホームページチェックしてください。ここにリンク貼っておきますね。明日のお昼にここでガズのウクレレたちの、情報をゲットしてください。そしてですね、ちょっと全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとてもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズの、わがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通りでね、今回今ベトナムがですね、工場今ロックダウン中なんです。コロナの影響でなんですけど、巧妙がありましてですね、今なんともじゃくんはじめベトナムスタッフ数名がこの G ラボのウクレレを生み出しているあの G ラボ工房にもう寝泊まりしてですね、要は移動が制限されちゃってるので、工場に、泊まりながら、このウクレレを今作り出しているということで、なんとかこう進めております。でこれもですね、正確な予約時期は予約してその皆さんのお手元に渡る時期はですね、明日のホームページのところで確認してください。ちょっと先になっちゃうんですけど、まあ何卒ね、このいいウクレレを今予約していただければということで、ラインナップ紹介しますね。今さっきの初めてウクレレは今 OK で、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ、前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから案外なりが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃデッカウトをする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレはほぼオーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットのこの数がほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさがソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがありまして、これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうお馴染みだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのね、ガズモデルも選べるんだ、これボディの厚さとか。盛りだくさん。それとですね、あとセミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて、皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。
こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマークの形とかいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくんが一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。では、最後にもう一度確認します。ガズの初めてウクレレ、このリーズナブルで弾きやすいガズの初めてウクレレは、明日、2021年9月24日の正午に販売再開となります。はい。そして今、ベトナムで、生み出されているガズのスペシャリティウクレレたち、ガズわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダーガズモデルは、明日の、9月24日正午に予約が再開となりますということでございます。ぜひともね、ホームページ、ここに貼ってきますからね、また、チェックだけでもぜひよろしくお願いいたします。今ね、もう本当実はね、もうコロナで、まあ流通関係とかベトナム自体も大変なことになってるんですけど、それでもね、ちっちゃく一歩ずつこう、前進して、もうベトナムのモジャ君、張り切って、もう日々連絡取ってますけどね。本当に、なんていうのかな、燃えてます。はい。そんなことのお知らせでした。よろしくお願いします。ガズレレ YouTube チャンネル、並びに G ラボのウクレレ、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。